春休み明けたら3年生か。なんか全然実感湧かないよね。ほんとそれ、受験だよ、やだ。そういえばみんなはもう進路どうしたいとか決まってるよね。うん、まあ大体は。そうね、私も同じくだよね。どうしたの？やっぱり今の段階でちゃんと決まってないのってまずいかな。お父さんもお母さんも好きなところ行けばいいよって言ってくれてるんだけど、こういう職業になりたいとかあんまりなくて。焦って決めることでもないしね。ねえねえ、参考までにみんなの進路の話聞いてもいい？いいよ。じゃあ私からね。私は体育の先生になりたいから、国公立大で教員免許取るつもり。体育の先生になりたいって1年生の頃から言ってたものね。そうそう、私立も考えたんだけど経済的にうちは無理だしさ、奨学金も借りなきゃいけないだろうからバイトも頑張ろうって思ってんだよね。そっか。ルリは？私は服飾の専門学校志望よ。卒業したらアパレルブランドを立ち上げてオンラインショップで販売できたらいいなって思ってるの。わあ、いいね、かっこよいわ。すごーありがとう。ただ母には反対されてるのよね。え？でもあの手この手でなんとか説得するつもりなの。だから大丈夫よ。はい、次リオどうぞ。私弁護士になりたいんだよね。え？初耳。まあ家族と担任以外に初めて行ったし。弁護士を志す理由は何かあるの？だって弁護士かっこいいじゃん。その理由がかっこいいよ。なので私は法学部のある大学志望。勉強頑張らなきゃだけど、やるだけやってみたくてさ。なんかすごいな、さすがリオ。親御さんも応援してくれてるの？特に反対されてないからしてるとは思うよ。お父さん私には甘いから。リョウさんが進路決めた時ってどんな感じだったの？お兄ちゃん？あ、その話聞きたい。参考になるかもしれないしね。覚えてないな。私が7歳くらいの時の話だし、知りたいとも思わなかったから聞いたことないよ。りょうさんって結構いい大学出てるよね。うん。ああ、やっぱそうなんだ。大学で何を勉強したかは知らないけど、女の子との遊び方は学んだんじゃない？こらこらこら冗談だよ冗談。半分は本気なんだろうな。みんな偉いな。私もしっかり考えなきゃ。じゃあさ、いちかが好きなことからやりたいこと考えてみたら？あ、それ良さそう。好きなことか。ロマンスなんて気づかないふりしたい。外出てあなたを少しだけ忘れたい。イヤホンがブルース、騒ぐ春色したブルー。ちょっと横失礼、喫茶店あっちなもんでね。ポケットがしらす、重なる未読のメッセージ。メモが聞いているのに小さく隠して忘れたい。頭の隅、少しの間お休み。書きかけてかけて恋心って多分初めからもう気づいていて、まだ認めたくはないと独り占めしたいとのジレンマ。離れた方がいい、繰り返しもんのように。もしかしたらにすがったままざわめきだった。胸を無視して目立つの自分
新学期になってから渡そうと思ったんだけど、半月空くのはちょっとなと思ってさ。ホワイトデーのお返し。ああ、わざわざありがとう。いや、もらったら返すのは礼儀だし。そういえば昨日リオたちと遊んだ時にね、進路の話になったんだけど、タマル君は進学？うん、まあとりあえず文系の大学に入れればって感じだけど。あ、私もなんだけど。何悩んでんの？とりあえずでいいのかなって。俺は大学に入ってからやりたいことを見つけられたらいいかなと思ってるよ。そっか、そういう考えもあるんだね。アリマ真面目だな。とりあえずでも全然いいと思うけど。うん、そうなんだけど、自分がどうしたいのか見えてこなくて焦ってるんだと思う、うん、でもタマル君の意見すごく参考になったよ。ありがとう。年上にも相談してみたら？え？俺らがこれから通る道を通ってきてるんだから参考になると思うけど。年上。好きなことから発想するというのはいい考えだと思いますよ。エチカさん、絵がお好きなんですよね？はい。美術系の大学はいかがですか？え、いやいや無理ですよ。描くの好きですけど得意なわけじゃないんです。それにどっちかっていうと見たりする方が好きっていうか。なるほど。では絵を見たり研究する仕事の方が興味あるってことですかね？例えば学芸員とか。ああ、なるほど、そういう仕事もありますもんね。学芸員か、そっか。りょうさんは大学どうやって決めたんですか？俺ですか？俺は自分の意見もないくせに親に立てつこうとするんじゃない。俺は親に敷かれたレールをただ辿っただけですよ。え？だから俺の経験は参考にしないでください。ああ、マスタの方が参考になりますよ。あいつ美術系の大学出てますから。今度聞いておきますね。ありがとうございます。今日は遅いのでそろそろ切りますね。あ、はい。おやすみなさい、石川さん。おやすみなさい。明日図書館に資格の本探しに行こうかな。なんだか久しぶりじゃない？4人揃って食事するの。確かにそうだね。ごめんね、家にいないこと多くて。大丈夫だよ、お兄ちゃんいろいろやってくれるし。そっか。あ、リオドレッシング取ってくれる？はい。ありがとう。リオ、ん？今日はこっちに泊まるのか？いや、マンションに戻る。そうか。相変わらずだね、あの二人。本当にね。母さん、後片付け俺やよ。出張帰りで疲れてるだろ。あら、いいのよ、たまには私にやらせて。食洗機の使い方覚えてんの？リオに聞く。だと思った。じゃあよろしく。ありがとう。ねえ、最近はリオとイチカちゃんどんな感じ？出会った時よりは進展があったと思うんだけど。進展ってどんな？バレンタインにプレゼントもらったり、ホワイトデーにデートしたりとか。それ本当にリオの話？ういういすぎてむしろ怖いわ、お母さん。気持ちはわかる。冷静に考えるとびっくりだよね。あんたから聞いた時驚いたもの。だよね、あのお兄ちゃんが私の友達に片思いなんてね。リオ、どういうことだそれは。
よう、ちょっと待て。何？お前リオの友達にまで手を出したのか。相手はまだ高校生だぞ。は？手出したって、その言い方なんだよ。事実なのか。そこまで分別がない奴だったとは。仕事もプライベートも自分で責任が取れるなら勝手にやりたいことをやればいい。でもリオを巻き込むなら話は別だ。いい大人だろう。いい加減地に足をつけた生き方をしろ。ちょっと待てよ。俺から話も聞かずに勝手に想像して決めつけか。もしトラブルがあったとしてもリオを巻き込むつもりは微塵もない。何より菱香さんはリオにとって大事な友達なんだから、リオには絶対そんな言い方をするな。親に対してなんだその口の利き方は。ごめんお兄ちゃん、ちょうど一方のことお母さんと話してたタイミングでお父さんに聞かれちゃって。別に謝ることないだろう。隠す必要ないことだし。そうだけどさ、それに母さんとお前の会話盗み聞きしたんだろ。悪趣味だな相変わらず。お兄ちゃん家出るときにお父さんと話してたでしょ。お前が気に病む必要ないよ。うん、お前ってさ、父さんが絡むと途端に気が弱くなるよな。だって二人ともお互いのことになるとギスギスするっていうか怖いじゃん。今まで俺がしてきたことを考えれば、父さんがそういう態度になるのは分からなくないだろう。ねえ、一花とお兄ちゃんのことお父さんに聞かれたらなんて答えればいい？お前が知ってること言えばいいよ。隠す必要ないって。分かった。ああ、母さん気にしてるかもしれないからフォローしといて。じゃあ、おやすみ。うん、じゃあね、おやすみ。今日は電話来ないのかな。いい加減誠意ある行動をしろよ。いい加減地に足をつけた生き方をしろ。いつも兄がお世話になってます。嘘ついちゃってごめんなさい。あーごめん一花、忘れ物した。ちょっと待ってて。うん。あ、こんにちは。あ、どうも。はじめまして、有馬一花です。リオさんと買い物に行く約束をしてて。一花さん？この人がリオさんの。あの、リオがご迷惑をおかけしてませんか？え？お知り合いになったと聞いたので。いえ、リオさんには進路の相談に乗ってもらったり、すごく助けてもらっています。あいつが？はい、いい人だと思ってます。そうですか。お待たせ。お父さん、この子は。今挨拶したよ。それでは失礼します。何か言われなかった？ううん、大丈夫。よかった。やだよ、お前と二人きりの花見なんて。俺だってやだよ。同級生で集まろうとするといつもこうだよな。結局予定あって集まらない。これが社会人の悲しさよな。感じである俺の気持ちになれよ、みんなのバカ。やめるか花見。それはやだ。レジャーシートも買ったし、酒とかも用意しちゃった。じゃあ誰か誘うか。あ、そうだ、ねえ一花、今度の日曜日お花見行く？お花見行きたい。オッケー、じゃあ17時半待ち合わせにしよう。うん。ああ、
お兄ちゃんと増田さんも一緒だからよろしく。え？いやー晴れてよかった。散る桜もいいもんだよね。いちかちゃんとりおちゃん何飲む？お茶でしょ。炭酸系にオレンジジュースとかあるけど。じゃあお茶を。私炭酸がいい。オッケー。あ、クッション使っていいからね。ありがとうございます。寒かったら膝掛けとお回路もあるから欲しかったら言ってね。増田さんめっちゃ気が利くじゃん。でしょ。防寒グッズ用意したの俺だけどな。それ言うなよりょ。俺の株が上がるいいとこだったのに。だって事実だろう。気のせいかな。なんかりょうさんいつもよりテンション低い気がする。いちかさん膝掛け使いますか？はい。あ、そうだ、これお母さんがみんなで食べてくださいって。うわ美味しそう。うわ超嬉しい。さすがゆり子さんですね。りょうさん取り皿どうぞ。ありがとうございます。どういたしまして。増田さんもお皿どうぞ。ありがとう。そういえば私もお母さんに何か持たされてたんだった。これは何？わかんない。あ、もしかして太巻きですよこれ。いや節分じゃないんだから切ってくれよ母さん。いただきます。あれ、なんかメモがある。わさび特盛りの当たりが一つ入ってます。母より。おー、さすが増田さん持ってるね。おいおいおい、吸ってきた。増田さん、お茶飲んでください。あれ、ビールなくなっちゃったな。あれ買ってくる。あ、私も行く。屋台のもの食べたい。あ、それなら俺も買ってくるけど。そうだね、行こうリオちゃん。じゃあ行ってきます。あ、ちょっとリオ、二人とも留守番よろしくね。気を使われた。まったくあの二人は。こんな風に二人きりになるのホワイトデーの時以来ですね。そうでしたっけ。そうだリオさん、私行きたい大学決めたんです。お、本当ですか。学芸員の資格が取れて雰囲気がいいなって思う大学が一つあったので、そこを目指そうと思ってます。そうですか。いちかさんのやりたいことが見つかってよかったです。 ありがとうございます。俺にできることがあったら遠慮なく言ってくださいね。勉強の相談はしちゃうかもです。また参考書作りましょうか。今度はちゃんと製本しますよ。そこまでしなくていいですよ。それに私あの手作りの感じ好きですよ。うん、じゃあ手作りにします。よりハンドメイド感が出せるように頑張りますね。何ですかそれ。はあ、こんなにゆっくりした花見久しぶりです。そうなんですか。仕事で毎年花見はしてるんですけどね、職場の人たちだと花より団子、あ、いや酒なので。ああ、なるほど。プライベートではどれぐらいぶりなんですか？リオがベビーカーに乗ってたくらいの時に家族で行って、それ以来ですね。え、かなり前ですね。はあ、思い出した。確か、花見の途中で雨が降ってきてしまって、撤収することになったんですよ。それで俺すごい落ち込んじゃって、でも父さんが帰りに屋台のくじ引きをさせてくれて。そうだ、おもちゃが当たったんですよ。どんなものだったかは覚えてないけど懐かしいな。そういえばあの頃は普通に笑って話せてたな。俺とあの人はあまり仲が良くないんです。お父さんとお兄ちゃん死ぬほど仲悪いっていうか、相性悪いんだよね。お
父さんのこと涼さんから直接聞くの初めてだ。一華さんはお父さんとはどうですか？私ですか？仲はいい方なんじゃないかな。俺と父は長年こじらせすぎて接し方がもう分からなくて、先日久しぶりに会って少し話をしたんですが、結局口論になってしまいました。それでも自分の気持ちを少し言ったんですが、伝わったんですかね。すみません、面白くない話でしたね。いえ、聞けてよかったです。私の知らない涼さんの話聞きたいと思ってたから、話してくれて私は嬉しいです。自分の気持ちか。あ、エチカさん、花びらが。リョウさん、私リョウさんのこと買ってきたよ。ごめん、ちょっと食べちゃった。見てこのぐるぐるポテト。あ、すごい美味しそう。リョウさんも食べましょうよ。あ、はい。すごい、ソーセージもぐるぐるだ。いいでしょう、これ焼きそばもあるよ。じれったいって言葉こぼれた、会いたいってつぼみ咲いた、あなたに私きっとそぐわない、ありえない。水たまりに映る私に聞いてもわからない、今日も変わらず空は綺麗です。気持ち悪い。